長坂定一は日本の政治家、愛知県豊田市の市長を2期務めた、愛知県壁海軍生丹村出身。五福屋を営む杉浦記録の4、男として生まれた。1909年、愛知県立農林学校卒業。小学校教員になった後、1912年12月に農林省森林主事に任官。営林書議主として、千葉、茨城、 岐阜の各県に勤務し、1929年に退職。ぬかだ銀行勤務を経て、1933年に、衣町役場の初期となる。トヨタ自動車工業の誘致に参画し、所務課長、振興課長などを務めた。1945年、助役に就任。渡辺八吉市長の下で、市政志向に力を尽くし、1951年3月1日に、 コロモ氏が誕生する。1956年1月6日、コロモ市長の中村敏一が任期中に死去。これに伴って、同年2月19日に行われた市長選に立候補し初当選した。1957年、工場誘致条例を制定し、工場誘致に乗り出すとともに、市内小中企業に対しては、組合組織による団地結成を呼びかけ、 二つの工業団地を造成した。1959年1月1日、コロモ氏は、豊田市に、氏名変更した。1958年1月29日、コロモ商工会議所の杉浦定時会頭をはじめとする、商工会議所同士一同による、請願書、コロモ氏を、豊田市と、氏名変更の件が、市議会議長宛てに提出される。市の財源は、あたかも、 戦線と、有出ずる泉のように、くめどもつきぬ潤沢さであると言われているが、それとて、トヨタ自動車工業株式会社の躍進と、交流あってのことで、昨年4月天皇皇后両陛下を奉迎した、栄光と歓喜は、当主の潜在に明記するべき誇りである。コロモという地名は、珍しい由緒のある地名であるが、これを正しく読む人は、おそらく全国には近賞であろう。 郵便物その他にそれぞれ、豊田市南町と記載されるようになれば、市長閣通じて、豊田自動車工業株式会社を宣伝し、季節して100%の宣伝効果を上げる要因となることを確信する。請願書、衣氏を豊田市と、氏名変更の件、1958年1月29日。市議会はこれを受けて、同年5月17日の議会において請願書を、 正式に採択することを決議。長坂は直ちに地方自治法第3条第3項の規定に基づいて条例を作り、桑原三木根知事に市の名称変更の許可申請書を提出した。しかし、議場の外では市名変更に対する激しい反対運動が展開された。初代市長の渡辺八吉ら3名を発起人とする衣愛指導士会が結成され、 6月12日に同団体による市民決起大会が開かれる。会場では賛成、反対両派の矢事、土豪が乱れ飛び、その後各地区での反対集会が9月12日までに74回行われた。反対派は、指名変更の議決の翌日から反対署名運動を始めたが、県は同年7月29日に変更申請を許可し、 1959年1月1日をもって、衣氏は、豊田氏に、氏名変更した。1960年2月の市長選は、氏名変更に反対した、市民、青年会、婦人団体のおすも衆議院議員の本田孝治との一騎打ちとなり、少佐で再選を果たした1963年12月、大象の終わり頃から作り止めていた、単価160種、追走。 姿勢解雇などを内容とする人生の連れ連れを自費出版。1964年2月の市長選は高齢のゆえをもって出馬せず2期で引退。同年10月21日、男女法賞を受賞。1968年12月15日、豊田氏名誉市民に推挙される。1969年1月5日、死去。 同年、君の当然法奨を受賞。77歳坊津。ありがとうございます。